漆黒の川とは、地底河川のこと。フィリピン諸島の南西に位置するパラワン島には、世界最大級の地底河川が流れます。マニラを経由して、プエルトプリンセサに行き、そこからサバン、という町を目指します。サバンまで、プエルトプリンセサ市街から、車で、約3時間です。サバンから、地底河川の入り口まで、さらに15分ほど、バンカーボートに乗ります。日本を出発し、1日以上かけて、ようやくプエルトプリンセサ地底川国立公園に上陸です。上陸すると、オオトカゲや野生の猿たち、雄大な自然が出迎えてくれます。なお、猿に出会えるのは稀なそうです。手漕ぎボートに乗り、地底河川、アンダーグランドリバーへのクルーズが始まります。洞窟内に入ると、そこは漆黒の世界。懐中電灯だけが、頼りです。中に進んでいくと、奇岩や鍾乳石に囲まれた、神秘的な空間が広がります。まさに、漆黒の川です。この地底河川は、セントポール山地の鍾乳洞内を流れる川で、全長 8.2km にも及びます。地底河川の下流は南シナ海につながっています。このため、潮の干満の影響を受け、独特の生態系を育み、美しいラグーンを形成しています。1999年に世界遺産に登録されました。